州土木遺産シリーズ、姫橋の巻。九州土木遺産巡りコーナー。ということで突然だが、この動画は私マリサが個人的に九州の土木遺産をただ紹介するだけだという、何のひねりもない動画となっているぜ。今回は熊本県菊池市玉子便利にある姫橋に行ってきたんだぜ。簡単に解説すると、我が国初の RC カロアーチメラン式本形式の橋梁としては国内で唯一大正期に完成したんだぜ。橋梁18メートル、幅員 4.6 メートル、鉄筋コンクリート作りのターンアーチ橋で、表面モルタル仕上げとし、道路線形に合わせて斜橋形式で作る。計6回2本のアーチリブの外観が特徴的なんだぜ。竣工1925年、大正14年となっているぜ。それほど大きな橋ではないが、この橋の完成により初めて2橋の通行が可能になったことから、建設当時は馬橋と呼ばれていたんだぜ。姫橋は大きさに圧倒される衣装に見とれる構造物ではない。けれども、のどかな田園地帯に囲まれ、今後も大切に愛され続ける風格を備えた土木遺産であるんだぜ。解説、お疲れ様。またもや尺が足りなかったぜ。残りは巡りながらゆっくりお願い。そうするぜ。今回は県外に出てきたのね。ゼロポイントから結構近い場所だからな。熊本県は土木遺産多いよね。特に石橋に有名なのが。とりあえず散策しながら説明するぜ。肥後の石工集団の技術力がすごすぎて近代化する必要があまりなかったんだぜ。コンクリート何それ？竹園の？歩道は石で作っていくんだぜ。そんなこと言わないで近代化してくださいな。ドランもコランもな、硬い石で作れますやん。そんなやりとりがあったの？空想。大正に入っても近代化が本格化しないのは、当時、熊本県には耐久性のある石橋が多く、RC 橋のような近代橋梁を早急に建設する必要がなかったと見られるからなんだぜ。熊本橋の石垣とかすごいもんね。その凄すぎる技術のせいで復旧が困難になっているんだぜ。ロストテクノロジーね。あと20年はかかるんだぜ。気長に待ちましょう。時間が解決してくれるよ。大正14年3月落成。乙姫流水、ツバキチャンス、特化ゾーンなんだぜ。早急のハフナーは撤去されたでしょ。地味に面白い台だったんだぜ。僕らは目指したシャングリラなんだぜ。ここがシャングリラでいいじゃん。そうだな。乙姫流水にまつわる話。ある日、ある姫がこの地に来られた時、ここにあった泉を大層お気に召して休んでおられたそうです。その時突然、横を流れている川が増水して乙姫を飲み込んでしまいました。村人が驚くと悲しみでおろおろしていると、川下の方で姫の姿が浮き上がり、そのまま川上に戻ってこられました。大ナマズが姫を背に乗せて泳いできたのです。姫を下ろした大ナマズはそのままどこかへ消えていったのだそうです。この泉はいつしか大地震で埋まってしまいましたが、その後も流水は絶えることなく湧き続けています。このように乙姫に縁のある井戸ということで、姫井という地名が残ったのだそうです。驚愕の言い伝えなんだぜ。あなたは、そこにいる？現在はポンプで汲み上げてるそうなんだぜ。300のエルボなんだぜ。
花でねん風景ね。さよなら、青木ひびよ。